2割0分8厘22本37打点 OPS.716 適正打順は1番か7番にいたらすごくいや代打なら最強 OPS は地味に優秀なんだよな。7番 OPS 見ると6番でも良さげか。15番のどこかで出てくる球団は弱そう。6番7番ならロマンがある。8番7か98番にこいつを置けるチームは強い。6番にいると弱い。9番の次の打順は何や。これ好き。1番です。2割0分8厘もやべえし22本もやべえ。対応に行きたくなさそう。何度見ても異常。こちら元ネタの選手の横浜時代の成績。言うほど成績悪くないな。多分左 P だと内川や小池使うようになったから右投手ばっか相手にできたんやろな。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。